ます。はい、丸い双葉でございます、パイナップルの葉っぱの水差しですけど、あれ、前回の動画からもう2週間近くになると思いますけど、まあ、あれからどうなったかといえば、まず葉っぱの一つのこれが、ちょっと枯れがなんかちょっと進行してきてるから、これもちょっとなんかダメっぽいかなって感じですね。はい。で、あともう一つの、こいつもやっぱり、結構痛みも目立ってきてるし、あと枯れも、声もかなり進行しちゃってるから、これも、ちょっとダメかなって感じで、であと最後の一つがこれなんですけど、こいつは今のところまあ現状維持に近いかなって状態ですね。はい。まあ、ここも見た限りではまあそれほど傷んでもいないし、これが今のところ一応調子がいいかなって感じですね。はい。まあとりあえず2週間経ってきて、まあ残りの3つのうちの2つがもうちょっとダメになりかけてるかなって感じで、はい。まあというわけでこんな感じで、前回どうかか2週間後という感じでまあやってみましたけど、正直絵面が地味なんですよね。なんかもうこれやっちゃったらもうあとはもうやることないし、まああとはなんか適当に愚痴をこぼすかっていうような、そんなコーナーになっちゃうんでしょうかね。まあ愚痴をこぼさせてもらおうといえば、コロナのねなんかのやつだって今日都内で55人ね見つかっちゃって、あれ本当にどうなるのかなって、多分だけど、まああくまでもこれ素人的な何かの考えだから、余計なこと言ったらね、なんかそれで変なことになんか拍車がかかるのがちょっとやっぱり怖いから、あんまり言わない方がいいかなって感じで、まあ、これ以上これは言わないことにしましょう。はい。まあとりあえず早いところ収束してくんないかなって、そんな感じでしょうかね。はい。まあそうですね、あともう一つあるとすれば、とりあえずこのパイナップルの葉っぱの水差しが正直なんかどこまで行くかちょっとわからないので、とりあえず一応万が一のことを考えて、一応ネタをちょっと2つばっかり仕込んでいます現在。はい。ただそのネタも2つがねなんかアップできるかどうか、正直これはまあこれ次第ね、これが失敗したらまあそっちに行くかもしれないし、その仕込みのネタもうまくいかなかったら当然なしっつうことで、はい。まあそんな感じでよろしくお願いします。ということで、では今宵はこれにて失礼します。ではさようなら。じゃあ言い忘れましたね。はい。ご視聴どうもありがとうございました。ではおやすみなさい。失礼します。